表町バイオン大学はいですはい今日は早速、はい、作曲に入っていきます。おお、第1回目でなんかこういろいろとインスピレーションが湧いたという話を聞いたんで、うん、満月の夜のお話ですね、ライブの、うん、そこから、まあこの時はシンバルを叩くパッカションの人がいたんで、うん、かなりこう金属的なものがどんどん重なってくれて、でもまあディジュリドゥは2本常に存在してたでしょ、うん、で3人目か3本目のが入ったりもしたというお話だったですね。なので例えば今日は川田さんが1本その竹を持ってきてるので、うんうん、はいはい、これをベースにいろんなキーを乗せてみたりしましょうよ。あ、了解。で、基本じゃあこいつをドローン吹いてて、うん、あ、だからこいつとあとそのこいつを、うん、これキーなんでしょうか。キーわかんないです。吹いてみてください。あ、いいよ。今口の中に飴が入ってるんで。D ぐらいですか。あ、そんなもんわかんないけど。これと一本ずつ鳴らしてみましょう。あ、了解。これは分かんないですね。C シャープです。C シャープ。多分 D です。C シャープ D。結構なんかキラキラしてますね。ビーンってね。あ、やってるんで固めに聞いてるんで、あ、相手のキラキラ目でみたいな、相手のキラキラ目っていうか、口の中に飴が入って緩めに吹くと、中に夢吹くと、これ面白いですね。うん、これ悪気。あ、ほら、あ、いいですよ。できた。ちょんちょんってなってる。いいじゃん。
2人で同じようにスライド持っててずっと行ったり来たりして半音ずつ半音ずつとか、ああそれも人間面白いっちゃ面白いね。あなるほど、意外と別にスライドでもいい音しますね。いい音しますよ。スライドです。うん、スライドです、うん、スライドはスライドで、なんかこれとこれの相性がなんか割といいんでしょうね多分。ああ構造が近いからかな、うん、同じ肉厚で寸胴だし基本ここに F は、F、あれがいいのか、うん、ああじゃなくてでもいいっぽいですね。まだ近い感じ。でもこれなんかちょうど半ぐらいの感じですね。あによってですね、うまく下げたり上げたりしましたけど、うん、4分の1音ぐらいかな、うん、半音の半分ぐらい、うん、なるほどですね。ってことはなんかあんまりどれも合わなそうですね今日の。一応全部やってみます。やってます。いやこれだけだ。あ、そうか。あでもね、あバキッて椅子がバキッて言った気がする。あ竹だ。これ、これ D、うん、で、これめっちゃ揺れますね。うん、グオーン低いからね。うん、あとね C がある。ほう、本当は多分全部あるんですよ。本当は全部あるんですか。ああ、本当。今日あの持って帰ってて。うん。やつで B があるじゃないですか。キー同じ機能。そう。でもあれはなんかこう音が柔らかくて。へえ。これは硬いんですよ、ね。おお。なんでですか。作った人は。ね、多分これはウエストを一個作ってるんですよ。この辺、うん、中の溝穴を細くしてるところが一個あって、うん、低音の割には空気がパコンと抜けないようにしてるんです、うん。バックプレッシャー強め。でそのバックプレッシャーがかかる場所がどの辺なのかによるんじゃないですか。あ上の辺でかかるか下の辺でかかるかとか、全長の何分の1のところら辺なのかでがそのウエストポイントになるかで、ウエスト自体は多分3センチぐらいの、距離で細くなってるんですよ、うん、
あんまりずっと細くなり続けてはなくて、一箇所だけなんですね。3センチぐらいの長さ分、細くなった場所があるよと、うん、じゃあこれはどの辺なんですか。外をなんかこれは多分この辺だと思うんですよ。あ、結構じゃあ下の方、うん、下の辺だと思います。外をよく削ったはずなんで、まあこうレントゲンみたいな、レントゲンが中こう見た、うん、スコープかなんかで見たら分かると思うけど、まじめて意外なに掘ってるんで、うんうん、なんかでも今日の あとマーゴね、マーゴもちょっと試してみましょう。まあマーゴはなんかちょっとゴリゴリすぎるんですね。もうね、これね、いろいろ試したんですけど、どう考えても独創向けなんですよ、これ。独創向け。ぼやかした感じでも、ね、激しい感じがわかると思うんですよ。すごいな、これ色も、うん、だいぶ、だいぶなんかね、最近めだんだんすごい音がするようになってきたんですよ。おお、ちょっとじゃあどうぞ。いや、多分ね、今すぐはどの辺が、どの辺に最近の発見は。最初はなんか鳴らしてるんだ。10分ぐらい吹いて温まってくると、うん、最近暖かくなってきたから、なるほど、ね、そうしたらなんかもうだんだんなんかね、もうなんていうんですかね、お湯が湧き立つかのようなボーンボーンみたいな音がしてくるんですよ。反応が出てくる。そう、素晴らしいですね。なんですよ、うん、と竹の竹いきますか。それ G だったっけ。これ G。めっちゃ爆音で全然聞こえてないかもしれないですけど、ああまあまあそれは、うん、マイクの、うんうん、マイクって音量も多分音量もだからこれね、むちゃくちゃ通るんですよ。お、高くて太い割に、うんうん、パーンって抜けずにズボーンっていくんですよ。難しい商品ね。いやなんかでもまあ分からなくもない、うんうんうん、存在感はあるね、うん、まあ、ようやくなんかこうまあ吹けるようになってきたかなって、うん、行くです。あ、だからね、話変わるけど、うん、今度5月のそのイベントの時に、ほう、ジャルーのイダキを、うん、まあ吹きなよって言われて、ぶっつけで、ああ、トシさんにね、せっかく自分の楽器で練習してきたんだって思いながら楽器で練習してきた。まあいいか、まあ、なかなかほんのジャルーのイダキバンバン吹く時ないしな。もしたら、なんかやっぱ気合がいるんですね、うん、ジャルーのイダキって、それなりに。うん、もちろんその初心者向けではないですよね、どう考えても、まあ、その初心者が吹いても吹けるのがあるかもしれないけど、うんうん、なんかこのやっぱそれなりにこう気合い入れて吹かないとやっぱならないなってことに、うん、吹きながら気づいて、やべえやべえ、ちょっと心折れそうみたいな。でっかいですか、重かった、あの楽器自体。重いですね、重量は。肉厚はだいぶあるんですよね、うん、それでなんかやっぱこうグッて気合い入れて吹かないと、うん、なんかその鳴ってくれないっていうか。まずビーズ細かったですか、あの内径は。細めは細めです。あ、いや細っ、その吹き口は結構削って大きめにしてて、おお、ちょっと細くなるんだ、スロートになってる。そうそうそう、でガンガン削っていって中がちょっとあのこれぐらい掘って、うんうん、この辺が細く、こう細くなって、ヒュッと細くなって、で、まあ中はずっと細いままみたいな。でもあの、ボトムがガバッと開いてるっていう。
相当削ってるんで、うーん、で、あ、やばい、ちょっと無理だと思って、これは一回吹くのやめようみたいなで、パッて吹くのやめて、うん、どうしたの聞いて、いいなーって、だからまた入ってる。あ、でも2人でやると結局その吹き続けない時間もいいじゃないですか、うん、で後から聞いたらいきなりそう来るかっていう聞き方が来るからもうどうしようかと思ったよやめたっていう一瞬やめたよっていう、うん、そうですね、あの唇の接点の肉厚はどんなです、こうぼってり分厚い、あの線で当たってるみたいな感じでしょ、うん、点じゃない、まあ点じゃないけどな、線だね、うん、だから面でボテってじゃなくて、うん、結構こうつんざくっていうか、くちばしみたいな感じに、うん、分かる分かる、あの、うん、チューバのマウスピースみたいな、チューバうん、どうなんだろう、あ、でもまあその、リムの要は厚みなんですよ、うん、あの金管楽器だったら、うん、リムの接点が肉薄のやつとか、あの丸みがこう立ってる丸みのやつだと、うん、唇になんていうかね、こう血流が悪くなるポイントが一箇所出るんですよ。だから楽器長時間吹いた後パッと離すと、ここにまあ丸く型がついちゃうのね、はい、型っていうのはあの後でここがだから血が通わなくなってるから、吹いてる時は離した瞬間に血が戻ってきて赤く丸になるんだけど、それはバテやすいんですよ。でバテやすいけど唇の動かしは大きく動くから、あの表情は豊かになる。でこう面でベタッと当たるやつは長時間吹いても答えないけど、コントロールしづらいはずなんですよ、まあ、慣れないと、うん、まあ、どっちが自分に合ってるかはまた全員違うんで微妙なんですけど、うん、どっちがいいも悪いもないけど普段のと違うっていう感じだと、やっぱ唇がこうびっくりするのはびっくりするでしょうね、うん、慣れるまで急にはね。なんとかでも気合でやりましたけど、気合でやりました、素晴らしい。というわけでじゃあ今日は、はい、あのドローン系でいきますいいでしょ、ドローンか、うん、あ、じゃあドローンとリズム、ドローン、ドローンで持ち帰ったらどっちかがリズムに変わって、うん、で持ち帰ったら変わって、うん、みたいになってみます。いいですね。ドローン系だと声出しはあり、声混ぜ、あ、だから最初の、うん、最初のイントロはドローンだ、うん、ドローンだけで、スノートだけで、スドローンだけで、スドローンで、スドローン、あ、そう、ね、まあ、話変わるんですけど、ツイッター見てたら、ディジュリルで検索してみたんですよ、ツイッター、おうおう、そしたらディジュ系女子って言われました。お前、マジでどうでもいいですけど、ファンいるんだ。なんかディジュリル演奏してる、います、ディジュ系女子ですみたいな、ツイッターでフォローとかしてみたら探したら多分出ます。というわけで、じゃあ順番は、うん、高めから始まって、うん、ちょっと下げてまた上げましょうか。うん、ああ、だから川田さんはこれか、うん、これかこれかを行ったり来たりする感じにしましょうか。ああ、いいでしょ。というわけで来週は来週は演奏します演奏します